どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、自己責任でお願いしますということで、こちらね結構やばいことが起こっております。こちらね ANA のこちらスーパーフライヤーズついてますけども、 ANA のね三井住友ビザカードのこちらゴールドカードなわけなんですけども、年会費が次年度無料になるね対応がされているということですので、こちらについてですね解説していきたいというふうに思います。たまたまですね、三井住友カードのこちらですね、こちらをですね解約しようと思ったんですよね。そろそろね1年が経とうとしているということで、私はね年会費無料がもともとねちょっと前にね永久年会費無料みたいなキャンペーンがあったんですけども、私はちょっと前にね発行してしまったので、そろそろね年会費の請求が来るかなというふうに思っておりまして、こちらのクレジットカードね解約しようと思ってたんですよね。こちらね V パスって三井住友カードですね、会員サイトにねログインしてずっとね解約をポチポチね進めてったらですね、年会費次年度無料のねオファーみたいなのが表示されましてですね、無事ねこちらのクレジットカードね次年度年会費無料でね維持することができたっていった感じになるんですよね。こちらのクレジットカードね、次年度年会費無料になったところでですね、必要かって言われると、別にね必要ではないんですけども、三井住友ビザカードのキャンペーンありますよね、結構ねタッチ決済キャンペーンとか、そういうものがねあるので、一応持っててもねいいかなというふうに思いまして、年会費無料のね措置が来たということで、延長されたわけなんですよね。で、これがね受けられたということで、もしかしてと思ってですね、三井住友カードのこの V パスっていうのはクレジットカードをね選べるようになってますよね。このクレジットカードだったり ANA ビザクレジットカードですね、こちらゴールドカードですけども、選べるようになってますよね。でもしかしてですね、今回ね私が普通にねログインして見つけたのは、こちらのクレジットカードだったわけなんですけども、もしかしたらですねこちらゴールドカードということで、こちらね年会費1万4000円ぐらい、割引を入れないとですねそのぐらいかかるわけなんですけども、こちらでもね表示が出るんじゃないかと思ってですね、ちょっと切り替えてねやってみたんですよね。そしたらですね出たんですよね。ということで、三井住友カードが発行している ANA カード、一般カードでもゴールドカードでもプラチナカードでもですね、次年度年会費優遇をですね今行ってるっていった感じになるんですよね。これは年会費の優遇ということで、解約理由を年会費選ぶとですね出るのではないのかなというふうに思っておりまして、ぜひねANA カードね保有されている方はちょっとね試していただきたいなっていうふうに思うわけなんですよね。かなり大きいですよね。こちらは年会費ね1万4000か5000ぐらいだったと思うんですけども、もしねこれがプラチナカードとかになったらですね8万円とかですからね。でツイッター等々でね見ているとプラチナカードでもですね次年度の年会費優遇ね受けられた方もねいらっしゃいますので、ぜひねチェックしていただきたいなというふうに思います。 ANA カードに関してはですね ANA のビザカードとマスターカード、こちらね2つだけというふうになりまして、 JCB とアメックスダイナスに関してはですねこちら発行元が違うので今回の対応ね受けられないわけなんですけども、ぜひねこちらねチェックしてみていただきたいなというふうに思います。で対象カードに関してはですねちょっとねわからないんですよね。もしねやられた方でですねこういうのが無料になりましたっていうのがねありましたら、ぜひねコメントいただけたらなというふうに思います。でですね冒頭にですね自己責任でって言わせていただいたわけなんですけども、こちらねなんで自己責任でお願いしますって言ってるかというと、解約の実際の流れを手順踏んでってやっていくわけなんですけども、これね誤ってページを行き過ぎたりすると本当に解約されてしまうんですよね。ですので SFC とかねついている方はかなりね大問題っていう風になりますんで、申し訳ないんですけども自己責任でねやってみていただきたいなっていう風に思います。それではね実際のやり方ね見ていきたいなという風に思うわけなんですけども、まずね三井住友カードのですね V パスにログインしていただきます。 ID とねパスワード入れていただいてログインしていただくと、まずねカードをね選択していただくっていった形になりますんで、三井住友カードの年会費の優遇をね受けたいカードを選択していただくっていった形になります。でですね下の方に行っていただくと、次へ進むっていうボタンがありますんで、そちらね
次のページに行っていただきます。そうするとですね、カードの退会かっこ解約っていった形の画面に出ますんで、まあ、解約前の、ね、注意事項っていうのが書かれております。でですね、またね、下の方に行っていただくと解約のお手続きへ進むっていうねところがありますんで、 V パスから解約手続きっていうところからお申し込みはこちらをねクリックしていただきます。でですね、次のページで解約のお届けということで、こちらで家族カードをね保有されている方はね、こちらで本カードなのか家族カードなのかっていうね選択画面が出るというふうに思いますので、年会費優遇をね受けたいカードをですね、こちらでね選択していただきます。でツイッター等々をね見ているとですね、家族カードの年会費優遇もね受けられたっていう方もねいらっしゃるっていった形になりますんで、もしね家族カードを保有されている方もですね、こちらねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。でですね、カードを選択していただくと次にですね、カード大会の解約理由っていうところがね出てくるわけなんですけども、こちらに関してはですね、年会費がかかるっていうね項目あると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。どうやらですね、これ以外の理由をクリックして優遇措置のね画面が出た方ねいらっしゃらないっていった形になりますんで、こちらね年会費がかかるをねチェックしていただいて確認するっていうねボタンを押してください。で次の画面に行くとこんな感じでね出るっていった形になります。で私に関してはですね、試しにやってみたんですけども、こちらがまあ元々ね解約しようと思ってたカード、こちらですね。で ANA のねこちら ANA ビザワイドゴールドカード、まあ私はねスーパーフライヤーズになっておりますけども、こちらのカードですね。あとねもう一枚試しましたね、 ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードですね。こちらもチェックさせていただいて、無事ね3枚とも次年度の年会費優遇が受けられたっていった形になります。優遇のね画面が出るかどうかっていうのをね見ていただくんですけども、この次の画面行くと本当に解約になってしまいますんで、こちらね本当によくチェックしてくださいね。もしね自信がないなと思う方はちょっとねやめといた方がいいかなっていうふうに思います。先ほども言いましたけども、この先行ってしまうと本当にね解約になってしまいますんで、 SFC ね、特に SFC 持ってる方ね、 SFC 解約してしまうと結構大変なことになりますんで、こちらね注意していただきたいなっていうふうに思います。でですね、今回のこの次年度年会費優遇措置に関してなんですけども、どういった方がね対象かっていうのは本当に全然わからないっていうふうになりますんで、ひとまずね、まあ、チェックしてみていただきたいなっていうふうに思います。すごいクレジットカードを使ってる人に来ているのか、そうでないみたいなね、そういうのも全然わかんないんですよね。私も最近ね ANA のクレジットカードをメインカードにしておりませんので、まあ、大してね決済してないわけなんですけども、まあ、今回ね3枚とも優遇が来たっていった形になりますんで、ちょっとねどんな感じで来てるかっていうのはねわからないっていったところになります。いかがだったでしょうか。今回ですね、三井住友カードの次年度年会費優遇についてね話させていただいたわけなんですけども、まあこれねなんでこんな風に来てるのかねちょっと考えたわけなんですけども、この ANA のねワイドゴールドカードってありますよね、まあ、こちらのワイドゴールドカード年会費ね1万4000円ぐらいするんですよね。で ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードっていうね一般カードがあるわけなんですけども、この2枚のねクレジットカードね ANA マイルの還元率を比べてみた時に、2021年からですね還元率だけね見るとね、この2枚のクレジットカードって還元率一緒になるんですよね。 ANA の SFC とかね保有されている方はこのままゴールドカードに残す方がね結構多いかなというふうに思うわけなんですけども、 SFC 持ってない方からすると、まあ還元率がね一般カードとゴールドカードが一緒になったらですね、やっぱりね一般カードに落とす方多いですよね。私のねあくまで予想なんですけども、こういうのはね関係しているのではないのかなというふうに思っております。やっぱりねゴールドカードとね一般カード年会費がね全然違うのに、 ANA マイルのね還元率はね2021年以降ね一緒になるっていった形になりますんで、おそらく解約する方がね多いと予想してですね、こういうね優遇措置を行っているのではないのかなっていうふうに思っております。あくまでね私の予想なんですけども、年会費がねかなり差がありますからね、
こういった対応がねされているのかなというふうに思っております。いずれにしてもですね、三井住友カードが発行しているクレジットカードをね保有されている方は自己責任にはねお願いしたいわけなんですけども、チェックはねしてみていただきたいなというふうに思っております。プラチナカードとかだったらですね8万円とかですからね、ゴールドカードでも1万4、5000円ね無料になるってことですからね、これはねチェックしない手はないかなっていうふうに思うんですけども、本当にね気をつけてやっていただきたいなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。